はい、続いて、ね、後編パートになります。はい、後編はね、自分がね結構好きなもの入れてもらって結構でございます。やっぱ第一工程はね、まあ、さっきのは基準に1回水をね、抜くといったのが、まあ、重要で、2回目の時に、まあ皆さん好きなものを入れてください。1回目とか入れるとどうせあの染み込まずに、水っぽくなっちゃうんであんまり意味がないんですよね。だから1回目は、水分を抜くっていうところで始めて、2回目で長い時間つけて味付けをするといったイメージでいいんじゃないかと思います。そしてね、今回料理酒を、主力に使っていきたいと思います。まあ1回目もね料理酒使いましたけども、はい、皆さんねこれ買うときに多分成分とかあんまり見ないと思うんだけど、例えばねこの料理酒ね、めっちゃズームだけど、このほら成分のとこに、主成分はね米麹とか、食塩ぶどう果実かとかが、主力で入ってるっていうのかな、メインで入って、さらにこの辺からね水飴とかなんかいろいろ入ってるのが、これがね、料理酒なんでございます。ちょっと箱がちょっとボロいんだけど、これがね通常みりんタイプと呼ばれるものですね。これ何が、主成分で入ってるのかというと、こっちだね、はい、実はね水飴がメインで入ってるんですねこれ、あとは米麹とか、食塩とかが多いんだけど、基本的に水飴なんですよ。そしてアルコール成分、これ 8% から 9% 未満なんですね。でさっきの料理酒がですね、はい見てこれ結構高い、13度以上とね、みりんタイプと比べて全然あれが違うんですよね、アルコール度数がね。そしてねみりんといえば宝本みりん、これもね、私自分で持っておりますけども、これもね主成分がね、これがね本みりんになります。アルコール成分 12.5 度から 13.5 度未満、ね、材料がもち米とか米麹とか、まあ、あとアルコール。だからこのね本みりんっていうのはね、今料理のコーナーあんま置いてないですよね。だいたいお酒のコーナーに置いてる、まあ、アルコール度数の関係なのかちょっとわかんないけど、隣にこの料理酒の方があれなんだよね、これちゃんと料理のコーナーに置いてるとか、まあ、ちょっとよくわかんないんだよねこの辺が。ね、ネット上ではねこういうみりんタイプではなく本みりんをね方がいいよみたいなことよく書いておりますけど、実際ねつけてみればわかるんですけど、そんなに変わんないんだよね。ただみりんタイプは若干ベト付きがあるかなって感じです。それならただ料理酒ただ使えばいいだけなんで、成分もね米麹とか、まあそんなとこなんで、まあ、みりんタイプっていうのはやっぱ照りを出すために水飴がやっぱ入ってるんでね、ちょっとベタつきが、ちょっとしつこいかなって感じ。だからといって本みりん使ったからベタつきがないかっていったらそうじゃないんだよね、というとこでございます。これはご予算に合わせて、使えばいいかなと思います。本みりんは高いですから、自分はもう安いのでいいんで、料理酒で今回ね通したいと思います。はい、またね第一工程とは、ね、ほとんど内容一緒なんですよねこれ。まあまずも必ず絶対に入れる料理酒、これねちょっと配合あんま教えたくねえんだけど、まあ1回目でね入れてるんで、大体どの辺までいくれば足りるのかっていうのは分かりますよね。はい、ここでねいろいろ入れます。すいません、ちょっとここら辺はちょっと秘密なんでカットをさせていただきます。はい、これがオリジナルで混ぜたものでございます。まあなんとなく色で分かっちゃうかな。まあ細かいことは秘密でございます。まだ粉を混ぜただけですね。さっきの料理酒に、粉をねちょっと入れて先に混ぜますね。まあ、作り方としてはまあだから第一工程の分と同じです。で、まあ、これにね、蜂蜜っていうかまあ加工蜂蜜だけどね、入れておきます。
半分ぐらい欲しいんだよね。はい、ということでもう私の買っております。もうちょいだな。これあれなんだね、もうキャップがついてないんだね。昔なんか内蓋があったんだけど今ないんだね。はい、もうちょい入れたいんだよね。よいしょ、ちょっとだったね。よいしょ、混ぜます。溜まってますね。はい、見てこれ、分離しても分かる。これ蜂蜜っていうのは比重が重いので、あの入れれば入れるほど加工が、良くなるのと、ただね扱いにくくなります。あのめっちゃベト作りがすごいんで、釣りのね最中めっちゃめちゃベタつくようになります。みたいに見た通りね、今あの上の水分よりね蜂蜜の重いので比重がね重たくなるんですよ。よいしょ、うん、ね、混ざらないように見て意外とこう混ざりますから、ね、混ざってるでしょ。なんかジャムみたいだね、いちごジャムみたいな。ダメだこれね、垂れちゃってんのこれ。よーくね。でこれ何回かやって若干漏れるな。何回かやるとね、こういう入れ物が開くじゃないですか。こう入れ物がね、こういうので混ぜるといいんですよ。むしろ瓶で混ぜる方が、これねさっきのあのつぶつ、こういうつぶつぶ入れると隙間ができて、ここが漏れちゃう。ちょっと漏れちゃって。はい。どうすかね、まあこれ去年かな作ったやつほぼそのまんまなんだよね、うん、割と食いが良かったんで、まああまりもうあの調合を変えずに、作ります。ちょっと料理酒っていうのはちょっと違うんだけど、去年はねあの みりん風で作ったんですけどね。ねもうちょっと作る間に20分で経っちゃうからちょうどいいんだけど、もうねちょうどいいぐらいに水が切れております。あんまり動かさない方がいいんだよねこれ。あのまだ加工してないし折れちゃうからね、首がどんどん、うん、こんな感じでございます。どうかな、なんか若干柔らかめなんだよね今回で。それによってちょっとね、配合を変えたりするんですけど、よいしょ、まあ失敗でも大したあれじゃないので、はい、これでやって、これ退場します。ほら、こんな感じでね、僕はこれで液を入れるわけですよ。ジャムっぽいやつで、ちょっと沈み気味になるから、もう一回ちょっと軽く混ぜてから入れます。よいしょ、ちょっと多めなんでね、ドロドロかけちゃう。ちょっと多かったね。いいんですよ、多い分はいいんです。足りないとまたね継ぎ足さなきゃいけないから、そういうのがめんどくさい実はね。なんかいろいろ走ってブクブク、もう怪しいよね、ブク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 なっちゃって。はい、ねこれから軽くね、これじゃあまだ隙間が空いちゃってるから、ちょっとねこうやって漬物をつけるような感覚でね、って言ったらいいのかな。ボールがでかいんだよね今回、練り絵と血の釣り用のやつだから、実際ね22センチとか24センチぐらいのボールで十分なんだけど、はい、ほらいい感じで、ちょうどいい感じで使っております。はい、ね、これで2工程目の開始となります。で、これからね、冷蔵庫に入れて、
まあ、48時間から72時間とか、だいたいそれぐらいつけますね。うん。ちなみにこれ、このまま、食えます。ドキャミちっちゃいの多いかな。そうでもないか。このぐらいがちょうどいいかな。はい、ね、特に食べれないものはないので、ちなみにこれをこのまま食えますから、ガバッとは食わないけどね。そういうものしか入っておりません。もうオリジナル、自分でね、オリジナル、2工程目はもう好きなもの、大体入れても大丈夫です。主成分はさっきの1工程目と一緒で、あの中に自分が好きなものを入れるみたいな感じで結構でございます。これで長い時間つければ、味がね、どん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 オキアミの中に、染み込んでいくので、そうしたら、自分のオリジナルのいいオキアミができるんじゃないかなと思っております。ではね、これからまた、48時間とか72時間置きますけど、このまま置いておくと表面だけがね、ちょっとやっぱ、使ってる分薄いので、12時間おきにさっきみたいにね、こうパサッパサッと2、3回ほどこうかき混ぜてやる、これがね結構重要でございます。それによって上下ひっくり返ってよりね、全体的に味が染み込むといったわけでございます。うん、思ったよりオキアミがいいのかな悪いのかな、まあちょっと完成しみないと分かんないです。ではね、多分、スキップして48時間か72時間後に、行きたいと思います。はい、ね、あの忘れておりました。これね、これこのシール、これね、まあ1回目の加工の時いろいろアジムとかアミノ酸とかね、オキオメキス入ってるんで、これをね、このもう空なんで、これに、ね、入れておきます。大体同じぐらいか、若干ちょっと捨てたんだけどね。まあ8割7割ぐらい入ったかな。で、7割ぐらい入ってると思うんだけど、ちょっと見えるかな、この辺の。これをね、はい、これをね、次回のオキアミのね、加工じゃなかった、次回のね、就業剤の中に入れておきます。もう何言ってもだったらアミノ酸いっぱい入ってるから、ね、グルタミンサナトリウムいっぱい入ってるから、魚の食いはね必ず促進されるはずなんですよ。なんでもう別に捨ててもらっても大丈夫です、この入れ物がなければね。だけどこの入れ物がやっぱあるんで、全然こうやって取ってもらって、これだとね、まあ野菜室か冷蔵庫とか入れておいた方がいいと思いますけど、まあ今から涼しくなるんで、まあ1、2週間ぐらいは大丈夫かなって感じですけど、まあこんな感じで、あとは就業剤に一緒にね入れて混ぜてもらえればなと、まあリサイクルじゃないですけど、といった感じでございます。よかったらね試してみてください。はい、ですね、これが、漬け終わった第2工程の漬け終わった後になります。ちょっと水気出てんだけどね、ちょっとねいろいろやっててね、なかなかやる日もなくて相当長い間漬けました。100時間は超えてるかな100時間ぐらい、100、120かな。ちょっと長すぎたね。まあ、しょうがないです。いろいろやってたんでね。という感じでございます。はい、これで、この汁気をね、切っていきます。ボールとね、ザル。ボールはね、あまり大きくない方がいいんですよね。あまり大きいと、こう、木でペタってくっついちゃって、水が切れないので、こう、ペタっとくっついちゃう。ちょっとこう、浮く程度な感じです。ちょっとこれでもあれかな。いいか。はい、こんな感じでね。はい、よく見たらテーブルにいっぱい飛んでるっていうねやべえな。こんな感じでね、水が切れていきますので、ちょっとつけすぎたな、明らかにつけすぎちゃったな。
はい、まあ、テーブル拭いてね、ちょっと拭いてあれしてるわけなんですけども、あれしてるしか水気を切ってるわけなんですけども、水を切る時間なんですけども、だいたいですね20分ぐらいかな、10分以上置いた方がいいと思います。結構ねドロッとした感じなんで、そこまでドロッとはしてないか。よいしょ、うわまた水気が、そう水まだ飛びしちゃって、まあだいたいこんな感じですね。意外とねドロッとしてる感じなので、長くは水気を切ってもいいんじゃないかなと、自分は思っております。はい、このままね、20分後までワープしましょう。はい、先ほどからね20分ほど置いたものになります。まあ大体ねこれで、抜けてる感じですね。液もねこんだけ溜まっております。はい、これからねこういうタッパにね、移していきます。1個はねやっぱ大きいやつですね。要は冷凍庫で保存するものになります。まあもっとねちっちゃいやつで小分けにしてもいいんですけど、どうなのかな、そっちもいいんですけどねあと手でねこう上の方からこんな感じで今回ね、できております。ちょっとねボロボロって感じかな、なんだろうな、ちょっと柔らかめですね今回。まあ冬用っていうのがあってちょっと柔らかめで作ってみました。ただちょっとなんかな、なんだろうね、結構が潰れてんのが多いのかな。あとねちょっと粒がやっぱねちっちゃめかな、グレバリ4号ぐらいに合いそうなのが結構多いかなって感じです。まあ作っててね、よいしょ、こんな感じでね、こんな感じでね入れていきます。結構ねこれ大きいですよ、タッパーのね 量がね、これね 920ml って書いておきます。結構入るよね。で釣り場に持っていく量がこれですね。これが100何本やったかな、 180ml ね。これがまあ大体ねこれ自分の場合1個じゃなくて大体2個ぐらい持っていくんで、まあだから簡単にはもう1種類なんか作ろうかなと考えております。全くないんでね、感じでね、まあちょっと前坂の関の方に一回釣り行ったんですけど、これを2つ持ってきましたからねこの量で足りなかったですからね、昼から行ってよいしょ、そうそう、まあそんなに、ね、いっぱい入れなくてももう一つ持っていくっていうのを考えて、まあ9割ぐらい入ってれば十分かと思います。こんな感じで完成いたしました。まあねこうちょっとね今回粒がちっちゃめかな、ちょっとちっちゃいんだよな、はい、こんな感じで完成しました。大きいのはねこれぐらいあるんですよ。まあチヌ釣りの2号から3号でね頭取ってちょうどいいとかあるんだけど、こんな今回細かいのがちょっと多い。このこっちのねこれはね潰れちゃってんだよね、結構ちっちゃすぎて、ちょっとね画面でこの辺分かりづらいんだけど結構潰れちゃってある、こんなのが多い。こんなのはねちょっとお伝えしづらいんだけど、もうほら比べたら全然違う。これはまあチヌレベルだけど、チヌ釣り使うレベルだけどね、まあ、普通の M サイズこれだよねって感じ。これね、だからこれ S サイズぐらいが、まあ、加工してる時から見てもう分かってたんだけど、なので真空パックの表面上ではね、あのあ
割とまあ L サイズ系が多いなと思ったんだけど、意外とやっぱ中はね、M サイズ以下っていうか MS サイズぐらいかなが多くて、なんかね、ちょっと全体的に小さめかなみたいな感じです。去年ね作ったやつとはもう全然あれっていうぐらい違いますね。この辺とかもそうだけど、わかるかな、これちっちゃいんですよ。 M の中でもほんと小さめ。これも塊、もうちっちゃいやつの塊ばっかり。こんなもう4号の針でもギリギリぐらいな感じ。これで多分5号とか、アダム取ればね5号でちょうどいいかなとか、あ、グレバリーのね感じだけど、4号でもちょっとギリ隠れるかなぐらいの、ほんとねちっちゃいやつが多いです。はい、そんな感じで、ですけども、まあ加工するときはね、もうやっぱ今ね一回り大きいのを買った方がいいかと思います。ちょっとね今回ちっちゃかったな。はい、あとねこの上に日付とか書いてねやるんですけども、だいたいね自分これね年間何回行くかによるんだけど、自分の場合これでそうですね1年半ぐらいかな、ぼちぼち年間10回行くか行かないかだけど、まあコッパ行くとあとこれと1個じゃ足りないからね、もう1個もう1個持ってったりする。これしかなければ、あとさらにこういうねちっちゃいタップまだいっぱいあるので、こういうのに入れて持ってったりします。はい、今回もね、前編後編と、長い間ご視聴ありがとうございました。まあね、まあ、血の釣りとあんま変わんないっす。まあ、ぜひね、やってみて。まあ、自分の黒というのは少ないんですけども、一応ね、こうやって、ちょっとだけ作ってるって感じです。血のはね、やっぱメインなんで、半角使うので、このやっぱ2倍以上できるんだけど、2倍以上だよね。これが2つで、2つと、さらにこれが2つぐらいあるから、だいたいこのね、2倍ぐらいには有になるんだけど、まあ、黒釣りはそんなにねいかないんで、1回作ってしばらくはあるかなって感じでございます。はい、今回もね長い間ご視聴ありがとうございました。いつもご覧いただきありがとうございます。まだチャンネル登録をお済みでない方はこちらのボタンよりチャンネル登録をお願いします。スマホで見ている方は下のチャンネル登録より登録をお願いします。